こういうことやりだしたらまた結局なんですよ。もう回ってますね。はい、皆さんこんにちは。今のオンオフやばいな。ちょっと恥ずかしくて声上げれなかった。これをランチョンマットにしてってことかな。いいな、私こういう家のやつ見るの好きなんですよ。なんていうの間取り すごい好きで、あのモデルハウスとかあるじゃないですか。それに私友達と大学生の時に見に行って謎に。え、いいな。将来私は平屋に住みたいんですよ。平屋でお庭があって、縁側があって池がある家に住みたいの。さあ、ということで市田篠です。よろしくお願いします。どっから入ってた、痩せたんですよとか言ってたとこ絶対入ってたわ、この流れ。だって今ね、みんな普通さ、なんかセッティング終わってから撮り始めるじゃないと思うじゃない。私はそう思ってたんだけど、今準備してるもん。今準備してるの。さあ始まりました。さあ今日はですね、なんとこちら、ドゥドゥン、マクドナルドさんを食べてみよう。ドゥルルルドゥルルルドゥルテテンテレンテンです。マクドナルドさんを食べてみようということで買ってまいりました。この時期はね、あれなんですよ、皆さんお分かり知ってますか、お月見バーガーですよ。でも今回私一田が買ったのはポテトとこれ、メインはこれ、ででん、月食月見バーガーです。ほら、みんなわかる？今私の顔が明るくなったのわかったでしょ？もうカメラついてる状態で準備するんですよ。セッティングですよ。あとね、ファンタグレープをね、食べてね、食レポをうまくできるかなっていう番組でございます、今日は。市田篠の It's Challenge! あれ？でも、私ちょうど1ヶ月後にね、舞台を控えてるんですよ。あれ、なんなら今週なんか変なタイミングで目が覚めちゃったみたい。今週じゃない、なんだっけ、いつだ、来週、なんなら明日、明後日だ、衣装合わせなんですよ。これで太ってさ、入らなかったらどうしよう。せっかく作ってもらったのに衣装、せっかく衣装作ってもらったのに入らなかったらどうしよう。まあそんなことはさておき、久しぶりにマック買ったので食べたいなと思います。うーん、なんかめんどくさそうな予感。ロボットのふりしてよーっと。それでは、市田篠の初舞台を記念しまして、乾杯。ねえねえ、動いてる。もっと楽しい話しようよ。乾杯ってやってる、八駒さんも。うん、ファンタ美味しい。久しぶりに炭酸飲んだな。立ちこまさんもね、ご飯をね、食べながら、私も食べながら、はあ、なんとかごまかせたみたい。うん、そうだ、
一時期ハマってたポテトの食べ方があって、ストロベリーのシェイクにポテトをディップするっていう食べ方にハマって、うん、僕はポテトよりも天然の方が。でもその時もう、ね、最強に太ってって、それにハマっちゃったから、ハマっちゃったからもう最強に太ってってやめたんですよっていうのが何ヶ月か前の話。何何、何ヶ月前って事務所にやってるのさそう、自分普通に今年の話じゃあなんか映像探したら出てくるな。あ、もしかしたらあれ、オペラ、オペラ撮った時とか、オペラやってた時、すごい丸々してるんですけど、その時とか多分オペラすごいハマってた時な気がする。なるほど。マネージャーさん、市田しのさんの何ヶ月か前の写真ダイブして撮ってきますか、うん、だるんだるんですよね、首とか顎だんだんです、だん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 ですもうすごい、多分あれ下から撮ってなくてもすごかったと思います。顔パンパン、今日もちょっと、うん、僕は機械だから肉が垂れるとか、今日ローラー持ってきたんだ、そういうのはちょっとわからないな。今日この後生放送なので、やりながらやればいいじゃん。そうそうそう、生放送なのに、この後。うわ、すごい顔むくんでると思って。へぇー、そうなんだ。顔むくんでると思って。もうおかしな話ですよね。マックのポテトを食べながらさ、小顔ローラーをするっていう。変わった？うん、食べるか、どっちかにした方がいいと思うけど、うん、まあこれは心の中の声だから聞こえないか。変わった？うん、小顔になった。ねえねえ、もっと楽しい話しようよ。今日はすっごく寒いんですよ。秋がどこに行ったレベル。最近は連日の稽古ですごく動いてるので、ねえねえ、もっと楽しい話しようよ。あとちょっと衣装のことも気にして、あんまり食べてなかったからちょっと体重落ちたんですけど。へえ、そうなんだ。見て、この月食バーガー、なんとお肉が2段になってます。へえ、なにそれ、2段だ。なんかこんだけカメラ離れてんの超久しぶりだな。いいな、この距離。へえ、そうなんだ。いつもカメラ近いからさ、あ、なんか久しぶりにいい距離だな。めっちゃ動いてる。いただきます。なるほど。うん、やっぱお肉が2枚あるとね、いい味がする。へえ、なにそれ、情報がいっぱいだ。ちゃんと味するわ、美味しい。なるほど。行儀悪い。お月見系のバーガーってそんな食べたことないけど美味しい。なるほど。で、立ちこまも言ってます。ねえねえ、もっと楽しい話しようよ。めっちゃ動いとる。なんか冬はさ、グラコロってイメージじゃない？マクドナルドさん。グラコロイメージ。なるほど。10分ぐらい配信というか、カメラ回してるかなと思って今時計見たんだけど、まだ10分経ってなかったっていうあ、でもチャララランチャララランってやつ入って10分ぐらい経ってるかな。舞台の
稽古はね、すごく楽しくて、最近ずっと舞台の話しかしてない、まあ、それぐらい楽しいってこと。なんかあんまり私って人と出会わないかったんだけど、今までやっぱ田舎から出てきてね、あの小保育園、小中、保育園の前、保育園、小中、なんなら高もほぼ同じメンバーなわけですよ。まあ、高校でちょっと初めてのクラス替えみたいなの経験したんですけど、もう全校生徒100人、小学校の時はね100人とかっていう世界にいたから、なんかまああんまり人と出会わなかったわけですよけどこう事務所入って舞台稽古ね、今ね舞台の稽古とかでそういう新しい方々と出会うっていうのが増えてね、しかもその日でバイバイ、さよならとかじゃなくて、もう1ヶ月2ヶ月ね同じものを作り上げるっていうのが初めてで、すごい楽しいなんか今日前髪おかしいないつもか。この月食バーガーのソースなんだろう。たちこま、これトマトのソースかなと思う？多分そう思うって言ってるのかな、わかんないけど、なんだろうこのソース、マヨネーズじゃないソースが違うって言ってて、うん、なんか最近の家のお風呂にはミストサウナっていうのがあるらしいですよ。どういうこと？ミストサウナって。家にミストサウナつけるって。どんなお金持ち？オープンカウンターのキッチン、うん、なんか今の流行りらしいですよね。あんま分かんないけど、ベッドルーム4畳？本当に寝るだけのお部屋って感じ。でもリビングダイニングキッチン 19.1 畳、超全ちょっと予想、想像ができない。畳19個分。今日の配信は何かをするっていうより、うん、そうだ、私と一緒にみんなも、あの、なんかマックを食べてるような、なんか、ちょっと二人でお話ししてるみたいな感覚でちょっと見ていただければなと思います。まあ、途中にはなりましたが。どんな家建てる？私たち。やっぱ、私たちの家だから平屋がいいと思うんだよね。2階階段登るの大変じゃない？私ちょっと階段苦手だから階段なくていいと思うの。あの今流行りのバリアフリーでいいと思うので、そうだな、
で、あの六角形とか素敵だなって思ってて、六角形の平屋で中が庭になってるの。わかる？イメージ。その家を建てたらいいと思うんだ、私たち。うんうんって言ってる。ペット。ペットオッケーみたいな。ペットオッケーとか、あ、でも作るからペットオッケーか。なんか今立ちこまが全力否定したような動きをした。あとペットはあの犬と猫を飼う。嫌だって言ってる。で、平屋。めっちゃ平屋をしてない私。もうね、平屋しか考えられない私たちの家は。もう平屋しか考えられない。コロコロしよう。あ、ゴリゴリ言っておる。フレッシュはマニアック動画だな。まあそれでもいいか、たまにはね。たまにはこういうね映像もあっていいよね。でも最近のフレッシュっての映像って外にすごい出てたんじゃないかな。どうだったかな。ねえ、そうだよね。でも久しぶりにここのね屋内映像のはず。うん。あと私みんなの前でマックを食べたのが2回目な気がするんだよね。あ、でもそれフレッシュじゃないか。フレッシュじゃないわ、それは。去年の9月ぐらいに、あの、先輩のね、バースデーライブのお手伝いに来てて、それでショールームをしながらマックを食べたんだよ。そういえば。あの、カズネーっているじゃない。いるんですよ。あの、同期の、事務所の同期の脇本カズネーお姉さんがいるんですけど、カズネーってみんな呼んでね。なんかもうみんなのお母さんみたいな感じなんだけど、カズネーとね、ご飯行った時一回やって、私のしょうもない話をね、うんうん、そうだね、うんうんって聞いてくれるのを思い出した。急に思い出した。なんか久しぶりにカズネとご飯行きたい。って、この配信で言っとく。うん、久しぶりに来たいな。なんかその模様を、グータンヌーボーってみんな知ってる？グータンヌーボーっていうさ、あの、なんだろうあれ、トークバラエティー。バラエティ番組がちょっと前にあって、なんかそれみたいに何かを食べながらなんか
語りながらあのそれを映してるっていう番組とかちょっとやってみたい。面白そう。まどかさんとかね、また久しまたご飯一緒に食べたい。まどかさんとのご飯は、あ、この前、多分この前ってか多分もう放送されてると思うけど、これが流れる頃にはカズネに会ってないな。ね、まあ、言うて1週間だけどさ、会ってないの会ってないの1週間だけど会ってない。カズネもね、本番がねちょこちょこあるんですよね。けどね、あんまり宣伝しないの、カズネって。うんうんって言ってる気づいたら、え、今日本番なのってのがあるんだけど、今度のね、あの今度、この放送の時にはもう終わってるんだけど、朗読劇も行けるよ、行こうと思ってたんだけど、稽古が入っててちょうどその日、残念ながら行けなくて。カズネは精力的に活動なさってますよ。ぜひ皆さんカズネのツイッターをフォローしてみてください。もうなんなら私がカズネの宣伝するわ。 10月8日に本番あります。皆さんもう多分もう終わってるけどよろしくお願いします。タジクマはよろしくねって言ってる数ね、なんかあったかな。ない。まどかさんが10月と11月に舞台があります。そうです。私も見に行くよ。あと、こまちゃんさんもちょくちょくライブやってます。ゲカさんもやってる。うん、まあ、事務所関連の方ばかり言ってるんですけど、あの山本瑠奈さんっていう方がいらっしゃるんですけど、ルナさんとかもライブ出たらいいと思うんだよね。サイリウムこの前私と皆さんで勝手に決めてるから、色をね、サイリウム、ルナさんのサイリウムの色を出たらいいと思う。前出てたけどね。そうそうそう、私もいろんなことにチャレンジするよ。例えば舞台ずっと舞台の話してるけど、ライブライブとかいろいろね、腹ペコアムシとかさありますから。あ、髪切りたい。まあ、舞台までは切らないけど、どれぐらい切りたいかって、本当はこの辺まで行きたい。絶対やだ絶対どんな断髪式みたいな。髪を
髪をこの辺で結んどいて、ここでバチンって切って、これ視聴者プレゼントです。あはは、やめてーやめてーやめてー。どうする、視聴者プレゼントされたら。え、こういうさ、なんかいるよね、こういうキャラでさ。どこまで切りたいかって、もうボブぐらいにしたいんだよね、本当は。ちょっとなんか昭和チックになるな、雰囲気が。なんでこんなさ、最近のさ若い子みたいになんないんだろう。最近の若い子じゃないからか。なんでこれちょっとなんか、なんかこういう感じ、この辺まで行きたい本当は。でもなんか友達にさ、背失敗だよって言われ、この辺まで切った時に、この辺まで切った時にそれ失敗だよって言われて、これちょっと無難にこの辺とかかな。あ、なんかこの辺ちょっと清楚系じゃない、私。ほら、全然じゃないよ。清楚系でしょ。まあ舞台まではこの髪をな、長さを。なんかいつもね、髪をね、ドーって伸ばしてね、ドーって切るタイプで。まあ伸びるの、この辺まで行くのに、まあ2、3年。2年ぐらいかな。まあそんな喋ってたらね、もうね30分ぐらい経つわけですよ。完食。まあ、ポテトはまだ余ってるけどね。まあそんなわけで皆さん精力的に活動なさってます。私もね頑張らなきゃなと思っている今日この頃。まあ頑張り方だよね、変な頑張り方してもねって言われるかな。まあ頑張ればいいか。そうだよみたいな。ね、どこでどう売れるのか分かんない、このご時世。まあ私はもう合間を縫って縫って縫って、土壌のように。私の目標、土壌、どういうこと。土壌、この距離いいな、カメラと私のこの距離。ちょっとね今日ね、いつもよりねカメラがねシュッちょっと横にいるんですよ。あと白い、全体的に白い。私の服もなんか白いし、いいねいいね、なんか美白に見える、美白に見える。私いいねいいね、これ楽天で買った、楽天で買った、なんか2万円だか3万円のこれのやつがあって、ちょっと2万円3万円はちょっとな、高いなと思って2000円ぐらいのやつ買ったんだけど。でもそれでもね結構ね良き感じ。
良き感じだよ。やっぱ年齢のさ、なんていうの年齢のさ、見える見えないって首らしいからね、女性は。よく分かんなかったんだけど、首らしいから、ちょっとこの、なんていうの首もね、すごいなんか気使った方がいいのかな。首なんて気使ったことなかったけど、この使い方合ってんのかな、私。こことかね、アンチエイジングをちょっと最近やろうかなと思って悩んでいるところです。めっちゃ見られてる。やばい、首輪ちょっと気になる。ちょっと修正で消してもらおう。なんか修正でさ、もう不気味なくらいさ、真っ白にしてもらう。ここアンチエイジングらしいですからね。ここアンチエイジングってなんだ。女の子は大変なんですよ。今私映ってないっぽいけど映ってるかな。女の子は大変なんですよ、言ったらね。まあ男の子も大変だと思うけど、なんか毎日のお化粧とかさね、すごい大変だなって思う。すごい他人事になっちゃったけど今思うとか言ってすごい他人事だけど、でもね、それもね、自分のあの自己プロデュースの一つですからね、言ったらね。ちょっと気使う、私ももっとなんか気使ってこうって思った。あのっていうの、あの舞台とか出ようと思ったら、すごいなんかね、美的なことにね、意識いっちゃってね、無駄に。なんでかわかんないけど、そういう子だからかな、わかんないけど、なんか髪とかもうちょっとちゃんとしようとか、なんかお化粧じゃなくて、なんかその何、肌からスキンケアのとこからしっかりしようとか、すごい思うようになっちゃって、これがいい方向に転べばいいんだけどね、全然。っていう感じでございますよ。っていう感じでございます。みんなどうでした？今日のフレッシュ。It's challenge。まどかさんがこの前のね、収録してた時に、あれでしょ、石田しののステップアップジャンプでしょみたいな。いや違います、いつチャレンジですみたいな。ステップアップしてジャンプしちゃってるじゃないですかとか言ったんだけど、いつチャレンジいかがでした。うん、楽しかった、ありがとう。しのと一緒にご飯が食べれて嬉しかった。おー、ありがとう。いろんな話が聞けて楽しかった。おー、ありがとう、ありがとう。よかった、好評の意見ばっかでよかったよ。みんなありがとう、たくさんコメント。まあそんなわけでね、次回は何するかわからないですけど、次回の私はもっと、まだまだゴーストのささやきが足りないな。びっくりした、こまちゃんさん。こまちゃんさん、もう次回出るときこんな細くなってたら、顔小さくなってたらどうしよう。こうなってたらもう一出しののいつチャレンジじゃなくなる。一出しの、多分一出しのじゃなくなってるよ、多分ワルキューレさんの。チャレンジがどうかしたの。何、スパゲッティ。ワルキューレの事務所の名前見たら、一出しのじゃなくなってるかもしれない、こんな細くなってたら。僕にも見せてください。痩せた姿をみたいな。ね、こんな感じでございます。まあ30分経ったかな。
じゃあ立駒さん、そろそろ終わろうと思うんですけど。ここはね、反応なしなんですよね。分かってら。これは面白い思考材料だな。どういうことだ。まあそんなわけで、次回何するんだろうな。何するんだろう。でも私も稽古そろそろ中盤に、中盤じゃない、終盤なんですよ。に入ってくるので。どうな、何してんだろう。何するんだろうね、次回。楽しみですね。まあそんなわけで。パーフェクト選手はどう？え？サンセット？そろそろ一で死ぬの一チャレンジ終わります。もっと面白い話しようよ。終わりません。終われないみたいです。ポテト、そういえばもうちょっとで皆さんから、また 別のサイトになっちゃうんだけど、皆さんからいただいたアーシャトリをするんですよ。こういう感じで写真撮ろう。今回のアーシャはめっちゃもうかっこよく撮るから、写真ってこういう感じで撮るから楽しみにしといて。どっかにね、これがさ流れるかもしれないから、なんなら一で死なの一チャレンジがその写真になってる可能性もありますよ、皆さん。楽しみにしといてくださいね。面白い。さあ、まあそんなわけでそろそろ終わると思います。次回は何をするのかということで、次回もお楽しみに。一で死ぬでした。バイバーイ。